はい、次の、国家主席、4年ぶりの報告事項、歓迎申し上げます。国家主席とは、共に外務大臣を務めていた際、何度も会談をおかけさせていただいた、大変な友人で、あります。各方は個人的に7年ぶりの再会でありますが、再会できますので大変嬉しく思っています。2025年の日ラオス外交関係樹立70周年を二国間関係のさらなる発展の機会とするため、各方引き続き緊密に協力をしていきたいと思っております。
ていただきたいし、先週末 G7 首脳サミットを開催しまして、ダオスの国民の情報を収集していまして、大変最高に思いましたことをお話しいただきました。